はい、人は食べたものと読んだ本でできている。全然処方の阿部です。今日もゲストを招きしてですね、面白い一冊をご紹介していただきます。金子さん、よろしくお願いいたします。はい、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 いつも前々の座禅でですね、毎週日曜日ね、はい、ずっとオンラインで座禅会をしていただいている金子さんになります。はい、はい、僧侶の金子と申します。毎週日曜日の朝に座禅会を開かせてもらってますので、まあぜひ見てください。今日は本の紹介、いいですか、本の紹介ということで、お邪魔してます。紹介する本は、中高新書から出ている食事の文明論。食事の文明論。でも今思ったんですけど、金子さん今まで何冊かご紹介いただいてますけど、はい、割と食べる系多いですよね。そうなんですけど、そうです ね、 ねそう今気がついた。いやいや、これ昔ある大学の教授にいただいたんですよ、この面白いから。で、食事の文明論っていうと、石毛直道さんっていうんですかね、著者が、もう結構古い本です。今は 新しい総長変わってるはず。で、美味しいというよりも難しそうなイメージですね。これがね、面白い、読み始めると、これ文化、食事とは何ぞやってことが書いてあると思うでしょ、実はこれ食事を通して人類の歴史から、家族構成、文化、人の考え方、それから国際情勢、宗教、仕事の関わり、あり方まで、随分幅広いレシピが。っていうか、よく一芸に秀でると多芸に通ずっていうか、一つのことを極めるといろんなことが分かってくる。で、食事っていうものに焦点を当てて、食事とは何ぞやって考えていくと、そこから文化人類学というか文明論が、要はそういうことなんです。これ食事の文明なんじゃなくて、食事を題材からして題材として見た文明論を展開してるんです。文明を食事という面から見てる、解説した本。それ難しくないですか。なんか食事って誰でもするじゃないですか。しますね。はいはい、身近な話題で、はいはいはい、それでこう、国際関係から何からっていうものを解かれると、すごく納得できるんでですね。この本は、社会を知る上で、とても役に立ちます。壮大な話になりますが、本当、薄い本ですよ。200ページに満たない本なんですけど、内容は本当に壮大なスケールの話になります。文明論というと本当にそういうイメージがありますね。はいはいはい、人はなぜ食べるのかとか、その栄養がうんぬんかんかんという基本的なところは当然あるんですけど、さっきも言ったように、そこから家族の在り方、社会の共同の在り方、国際関係の在り方、そういう人生の在り方、だから文明そのものというものを食事を通して整理してる。なるほど。だからこの本の発展版結構あると思うんで。これ古い本なんですか。その金子さんが昔にこの学生の時にどうのっていうぐらいのあれですから。一番最初は昭和57年。はあ、そこそこ古いですね。結構古くないですか。そうか。中央自分で比べちゃった。だって平成があって、はい、今令和ですよね。はいはい、だってこの本で380円ですよ、定価。ああ、安っ。当時安かったですね。いや、ただ、これを読んでもいいかな。後ろに帯に書いてあるんでね、食事の快楽化、食事の原点、食事と医学、薬学、食の民主化、食卓での分配法、食事文化の変容、家族の象徴、というふうにこう、およそ食事というところからは思い浮かばないような、民族学、文明全般に関して、で、身近な食事ですから、とてもこれ読みやすくて、妙に納得する。なんですね。だからそのぐらいの時代というか、そんな昔の本で未だにこうずっとまだ出てるっていうのは、これはやっぱりすごいですよね。それと例えば3食食べなきゃいけないとかね、朝はこうだとか、夜は食べ物ああだこうだって今よく言うじゃないですか。で、そういう言説論説が出てきて、皆さんいろいろ考えてますけども、こういう本を一回読んでみて、それからもう一回考えてみると見方が全く変わります。別に食育の本とかね、専門書こんないっぱいありますけど、そういうのはさすがに僕も手がもう歯が立たないというか、読むの嫌になっちゃうし。ところがこれやっぱり新書とかね、中高新書、だいたい新書って高校生ぐらいをターゲットに書かれてる本なんで、読みやすい。なるほど。さっきのちょっと戻っちゃいますけど、そういう難しいのがあったら、
ね、手が出ないというよりも、はい、食事だけに歯が立たないっていうのがうまい言い方ですよね。まあ、はい、食べたごめんなさい。いやいやいや言いたくなっちゃった。まあ、いやいやまあね、はい、食べたものと読んだものでできてるわけですから。そうですね。ただその、はい、食べるということに関してもね、はい、あの食事って単なる栄養だけじゃないじゃないですか。はい、ね、そういうコミュニケーション、要は飲み会とか、はい、まあ一席設けようとかいろいろありますよね。だからパッと食事これじゃなくって、でそういういろんな食事にまつわるもので。うん、やっぱ世界はできてる、うん、だって衣食住っていうぐらいで、そうですね、はい、うん、あの一度こういうものを読んで、うん、あの衣食住まさに3つの柱ですよね、はいはいはい、その食というものから自分たちの世界、うん、社会世界を見直す、そうですね、いや見直すことになります、これ読めば、はいはいはい、そういう視点が変わりますので、うん、あの、うん、ぜひご一読、うん、そうですね、そんなに分厚くてっていう本じゃないですから、はい、ね、そういう部分で読む、うん、読む部分でもう絶対あれですよね、そういう価値あります、ね、ありますね、これはね、いや今日は面白い一冊をまたお持ちいただきました、はい、ありがとうございました、ありがとうございます、はい、ぜひ、皆さんも読んでみてください、そして、チャンネル登録もよろしくお願いします、はい、ありがとうございました、はい